はい、どうも、イズログでーす。はい、まあ結構立て続けに撮ってます。まあ来年のゴールデンウィーク、おー、蚊に刺されてる。刺されてる。まあ来年のゴールデンウィークに向けて、じゃなくて、からだね。まあどうしたいかと言われれば、はい。まあこれ書斎ですね。まあこれが書斎で、まあ大体これ俺の部屋になる予定なんだけど、で、まあ外装が真っ黄っ黄になって、窓の枠が真っ白になるっていう、ちょっとすごい可愛い家になる気でいます。はい。で、まあちょっとね、やっぱりこの増設を、増設というか、増築化した部分なんだろうなっていう感じ。はい。で、まあ一応下の基礎からはみ出てるよう、この基礎からはみ出た部分がちょっと肝で、まあちょっとね、この腐った部分とかを補強して、まあ、床塚でダイレクトに補強しちゃって、上げて、あとは足場のジャッキで上げて、ここは今引き出しとか物を置くスペースなんだけど、まあ、そこもね、俺のスペースにして人が歩けるようにします。まあ、人はどっちかというと、この腐ってる基礎ですね。で、多分古いから防水コンクリじゃないんだよね。だからちょっとここら辺の、基礎、増築部分の基礎、足回りをちょっと強化をしていけ、いかねばなあという感じと、まああと蜂対策ですね。言わずもがな、な感じです。